1、2、はい。皆さんのこれからの前途を祝して乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。お二人にご質問を、はい、なぜレッコを選んで、なぜ運のクラスを選びましたか？運の先生が美しいからです。レッコは一番受講生の人数が多くて合格率も高かったからレッコを選んでみました。運の先生を選んだ理由は、喋り口調がすごく小気味良いと言いますか、先生のハキハキした喋り方が大好きだから選びました。試験で一番苦労したところは、とにかく暗記が多い、科目が多い、なかなかつながらなくって、それをひたすら繰り返すのが大変でした。直前期の不安が一番大変でした。どんなに勉強しても不安だけは拭いきれなくて、それと日々戦っていくのが一番辛かったです。でも宇野先生信じてなんとか合格できました。これから司法書士を目指す皆さんにちょっと一言エールをお願いします。宇野先生についていけば絶対合格できます。頑張れ。自分の大好きな先生を一人見つけて心の支えになってもらうのが一番だと思います。信じて突き進んでください。頑張ってください。これを見ている今司法書士を検討している方、ぜひですね、司法書士試験目指していただきたいと思います。運のクラスは面倒見が抜群にいいですから、最後まで皆さんを合格に導いていきます。では皆さんお待ちしてます。では合格おめでとうございます。 ありがとうございます。なぜレックを選びましたか？レックの渋谷の受付の人がすごく親切に対応してくれて、レックさんにお願いしようと思ったんです。ちなみになぜ前任制を選びましたか？もう完全これはもう根本先生が素敵な方なのでこれでやっていこうと。彼はもう私から見てても、もう普段の講義の集中力もすごいし、その質問のレベルもすごい高かった方でした。やっぱり受かってる方って全員じゃないですけど、質問するレベルがやっぱり違うんですよね。もう勉強しようかと思ってる方はぜひ率先して質問してください。本当におめでとうございました。ありがとうございました。諦めなければ受かります。頑張ってください。皆さん合格おめでとうございます。レッコを選んだ理由は何ですか？一番は大手だったので安心して受講できるかなっていうのと、先生の授業がすごい分かりやすかったので。どこが分かりやすかったですか？例えがいっぱい出てきたりとか、ちゃんと全部一から説明してくれるところが良かったです。私の本使って勉強してくれたんですね。どうでした？ね、先生の本は本当に分かりやすくまとまってて、誰が読んでも最初から分かる本でした。最初から森山先生の講義のサンプルを見ても森山先生しかないと思います。これから勉強頑張って受かろうという方もたくさんいると思いますけど、メッセージお願いします。レック、また森山先生信じてもうついていくだけで合格までいけると思うので、ぜひ頑張ってください。諦めなければ必ず報われる試験だと思いますので、ぜひ頑張ってください。皆さんよく頑張って合格してくれました。次皆さんの番です。ぜひ頑張って、受かってください。まずレックにした理由と、そして佐々木クラスの良かったところお聞かせください。レックにしたのはもう圧倒的なやっぱ実績ですね。佐々木クラスにした理由なんですけど、佐々木先生のことはよく知っていたので、授業を受けるなら先生だなっていうところで佐々木先生一択でした。講義どうでした？講義はもうめちゃめちゃ良かったです。すごい分かりやすかった。私法律は全く初学者だったんですけど、すごい分かりやすかったですし、特にその講義が分からなくなって詰まるっていうようなことはなかったです。一発合格おめでとうございます。ありがとうございます。それでは同じく一発合格者インタビューしたいと思います。レックに決めた理由は、通学講座を探していて、ネットで佐々木先生の授業を視聴したことがきっかけです。私の生クラス同じように受けてましたが、どうでしたか？佐々木先生は大変フォローが手厚くて、いつも質問にもすぐ答えてくださいますし、教材もすごく充実していたので、とても満足のいく講座でした。とりあえず迷ってる方はまず無料体験とかいろいろ受けてみて、先生をまず決めてください。で、自分が決めた先生の言うことをとにかく従ってやるべきことをやっていけば合格できると思います。司法書士の勉強は長く道のりが困難で苦しいこともたくさんあるかと思うんですが、諦めずに一生懸命頑張れば道は開けますので、皆さん頑張ってください。私は佐々木先生のガイダンスにたまたま出席して、本当は春から始める予定だったんですけど、先生の熱意に負けてその場で入会したっていう感じですね。宅建と土地価格調査士を取って結果が出てきてたので、レックでそのまま司法書士の講座を取れば間違いないなと思ってレックにしました。佐々木クラスにしたのは、日程的スケジュール的に年内でインプットが終わるからということだったんですけれども、田舎で通信でやってたので、佐々木先生はすべてメールを自分で返してくださって、一人じゃないと思えて頑張れました。すごい頑張ってましたよね。おめでとうございます。では皆さんも次司法書士合格頑張ってください。それではお手を拝借よー。